東横線ダービーとは、日本プロ野球のセントラルリーグ、東京ヤクルトスワローズと横浜ベスターズとの間で行われていた対戦企画の名称である、東横ダービーとも呼ばれた。この試みは、東京急行電鉄の基幹路線の一つである、東急東横線と、それと直通する横浜高速鉄道港未来線の、それぞれの沿線の下、終点駅となっている。 渋谷駅と日本大通り駅を結ぶことにちなみ、東急電鉄と両球団がアメリカ合衆国のメジャーリーグベースボールにおいてニューヨークを本拠地とするニューヨークヤンキースとニューヨークメッツのサブウェイシリーズに匹敵するライバル対決に成長させようと企画された。その最初として2007年に2チームのそれぞれの本拠、地球上で開催する主幹試合での直接対決で、 東急の沿線情報誌のフリーペーパー、サルース持参者に対する観戦チケットの招待、優待割引をしたり、クリッペで両チームの選手が紹介するおすすめスポットの記事を掲載したりするといった試みを行った。しかし、実際の最寄り駅は、ヤクルト側、明治神宮野球場が、東京メトロ銀座線の外苑前駅、横浜側、横浜スタジアムも根岸線、 横浜市営地下鉄ブルーラインの館内駅及び根岸線石川町駅が資金であるのと、東横線とみなとみらい線を実際に利用したファンも少なかったこともあり、この東横線、ダービーのプロモーションはほとんど行われなくなった。2012年、ベイスターズの球団親会社が DNA に代わって、以降は企画そのものが行われていない状態であり、事実上消滅した形となっている。 なお、2012年以後は読売ジャイアンツを加えた、セリーグの関東3球団による、新しい対戦企画、セントラルリーグ首都圏3球団合同企画、GSDB、ゲットスタンプデカバッチが行われており、東横線、ダービーのキャンペーンは事実上そこへ移管していたが、この企画も2015年以降は実施されていないため、東横線、ダービーのキャンペーンは、 完全消滅した形となっている。2020年8月、日本放送の野球中継、日本放送ショーアップナイター内において、巨人対阪神の伝統の一戦に当たるような DNA ヤクルト戦の対戦名称をツイッターにて募集。選考とアンケートの結果決まった東横シリーズの名称を放送内で使用することとしている。両チームのホームスタジアムは以下のようになっていた。 ありがとうございます。